毎年1月26日は文化財防火デー。この日、東京大田区にある池上本門寺で大規模な消防訓練が行われました。重要文化財の五重塔から出火との想定で行われた訓練では、まず僧侶らで組織された自衛消防隊が出動。日頃の訓練ぶりが披露されました。さらに五重塔上部に延焼拡大中との想定で、大森消防署から消防車7台とおよそ60人の消防隊員が現場に急行。直ちに一斉放水開始。出火からおよそ10分、五重塔は水のベールで包まれ見事に鎮火。国民の尊い財産でもある文化財を火災から守るため、私たち一人一人が日頃から十分注意したいものです。